新女神転生ディープストレンジャーニーの実況プレイです。今回は魔王ミトラスを倒す。チームメンバーは、まあ、今回毛量を入れてね、あとモラックスとデメテルとやってみようかな。物理耐性を重視した編成にしてありますね。あとは氷結に対する耐性がある人が、2人いるという感じです。物理と氷結に耐性をつけておくと有利なはず。おとなしゅう私の配下になっておればよかったもこともあろう。剣を振って逆らうとは目をかけようなどとしたのが間違いであったわ。まさしく実験の通りであることよ。剣は無意な血が巡っている。人間は無駄な息をしている。人間は無駄な脳がうごめいている。そうとも無駄に生命であること。うぬら人間を作り変えることができなかったでしょう。やはり星ごと作り変えれば私たちの最高はない。それを忘れぬためにうぬのむくろを飾ってやろう。さてやってみますか。ポーティーズのボス魔王ミトラス、状態異常かけてくるんだけど、まあ、大したことじゃないんだけど、状態異常はねそんなに厳しくないと思いますけど、一応ブレイブハートかけておきましょう。デメテルはどうする。初手先駆けのメディラメにしとこうか。落下じゃあ、木彫り。まず立ち上がりがね割と厳しいと思うんで、とりあえず先駆けにしておいてよかったね。さあ2ターン目、カンベは攻撃始める。あ、疾風で攻撃。弱点は疾風ですね。このターンも先駆けの回復を入れておきましょう。落下じゃあ木彫り。うん、まあまだ大丈夫だね。はい、3ターン目、デメテルこのターン攻撃回します。毛量落下じゃあ、モラクス木彫り。うん、これ承知にかかるわけなんですけど本来的には。はい、はい、4ターン目、このターンも攻撃します。落下じゃあ最後木彫り最後。うん、クリティカルヒットしてもこの程度なんですね。いけるいける。さあ5ターン目、謎の即死攻撃をかけてくるので、これですね、バイト・ザ・バレット。使用ターンは味方全体に瀕死時に1回だけ HP1 で復活する効果は付与。ハンマー10殺でもない万能属性の即死攻撃やってきますね。このターンでどうするかな。毛量は通常攻撃回しちゃっていいかな。うん、まあ物理加えていきましょうか。フォローする。これまあとりあえず死なないでくれてよかったかなと思いますけど、だからメディラまで回復しよう。毛量今一応ガードにしておきますね。来たけど大丈夫だった。あ、そっか、氷結耐性あるんだったな。このターンは攻撃します。毛量は物理の明日。よし、まあしっかり準備すれば大丈夫でしたね。やられるとこのアスナキ壊れ物などに。あ、結構経験値たまったね。レベル20超えましたか。ダメダメ。あ、ありがとう。
さあ、じゃああとはイベントを見ていきますかね。魔王の切片、ロジェッタ・ボーティーズ。クルーに犠牲は出てしまいましたが、ミッションは完了です。ボーティーズのロゼッタ入手の終了を承認します。クルーの用意が整い次第スキップドライブを行います。各員準備を行ってください。ランディング正常終了。無事に新セクターに到着です。この作戦地にはセクターコード C カリーナを発行することとします。観測班クルーはフィールドの気象観測を開始してください。こちら観測班、フィールド状態を報告します。というか画像をモニターに送るからそっちを見てくれ。おいおいおい、なんだよこれは。小綺麗なビルに商品棚がいっぱいだぞ。こっちには食料品、向こうはアパレルが。南極の果ての異世界に何だってこんなショッピングモールがあるんだ。量も種類もたっぷりだわ。気持ち悪くなるくらいに。このショッピングモールの景色も先見探査機から送られた画像の中にあったわね。地上では誰も信じなかったものがこのシュバルツバースの本当の姿だなんて。もちろんこんな姿をしている理由はわからないんですが、気象条件からは上陸探査可能ではあります。ここもやはり人間世界の面影があるのね。ハンマーシュミット博士の理論はこの点でも当てはまるみたい。博士は人間の生命活動とシュバルツバーストに因果関係があると予想していたわ。確か過度の繁栄の反動としてネガティブな自滅願望が起こり、そのエネルギーが流入すると。フィールドで戦う俺たち機動班にはそういう理論が正しいかなんてわからないが、悪魔たちは地上を滅ぼすための手がかりとしてシュバルツバースの世界を作ってるようだぜ。とはいえこの場所は妙だな。いいものがいっぱいありそうな世界なんだぜ。こんなところで気になるのはカードの残額くらいだ。お、なんてこった、こいつは驚きだ。朝4時の方向にレーダー反応が。巨大艦艇です。巨大艦艇、同胞艦なの？レーダー反応了解しました。直ちに更新を行ってください。了解、更新を送ります。ブルージェット号は全壊で、エルブス号は悪魔に襲われたってことだから、これはギガンティック号か。そう考えるのが妥当だけど。ん？こいつはアーサー、不明鑑定だが正常応答はなしだ。ただしエルブス号用の通信帯域で奇妙な応答が見られる。エルブス号？エルブス号ですって？よかった、破壊されてはいなかったのね。確かに艦隊の存在が確認されたのは喜ぶべき情報です。しかし正常な交信ができないということは彼らがトラブルに遭遇している可能性を高く示しています。奇妙な応答とか言ったな、どういうことなんだ。もしや乗っ取った悪魔たちが話してるのか。そういうわけじゃなさそうだが、こちらからの信号に反応するが正しい反応を返してこないという類だ。エルブスの指令コマンドが異常作動してるのかもな。機器というのは重力子通信機のことね。そうです、エルブス号が積んでいた重力子通信機を入手できれば地上との交信も不可能ではありません。まあここは地上じゃないのかといったことは置いといて、エルブス号に積んでた機器なら今はできない地上との交信が可能になるっていうんだな。なんだか状況が上向いてきた気がするぜ。エルブス号の重力子通信機回収、これをミッションとして発令します。はい、では今回はカリーナの探索やらないと、別のことやろう。
メンバー、ハマ耐性があって、でしかもできれば物理に強い。カオスの悪魔を2体探そう。なんかいるかな。ハマ耐性があるって結構難しいかもしれないな。まあいいか。デビルブック、じゃあ天使パワー召喚。パワーを召喚すると、まあ結構弱い組み合わせなんだけど。くそ。おう、なあ、この騒ぎだからもう耳に入ってると思うが、トイレに何もかが潜んでるらしい。それも悪魔じゃないようなんだ。奴は自分を神だと思っているね。くそ。悪霊なあ、どう思う？トイレに紙は必要だ。ん？一昔前の風習ね。そうだな。最近は何使ってんだろうね。よかった、こんにゃくみたいな材質の何かで。わからんけど。ちょっとあれか、ウォシュレットが世界を制覇したかな。トイレは静まり返り、暗黒が辺りを包んでいる。バッチーな。これわしの名はカンバリじゃ、カワイを守る神じゃぞ。最近の人間は全く、最近の若い者と来たらカワイの使い方も知らんのか。ここをきれいに使わん若者に急を据えてやったところじゃわい。あんたさんは見たところ真面目そうじゃが、かといって水に流すわけにもいかん。運が悪かったの、あんたさんも同罪じゃ。ってことで、これかなり特殊な悪魔でしてね、あのね、テトラ缶持ってんだよね。で物理が弱点なので、あの一気に押したいんだけど、テトラ缶で反射されるとこっちで3倍ダメージ食らうので、だから必ず先手取れるときしか攻撃しないという方法でやろうと思います。つまりガードするね。こいつら大丈夫かな。なんかある、まあ、ろくな攻撃方法ないんだよね。でもまあ今回はね、これなんとかなると思うんだ。どうじゃ。戦局を変える。そこのタイミングで攻撃しますね。剣全員アタック。地獄突きがあるんで使うか。地獄突きは弱点じゃないのか。そっか、物理じゃないのか。そっか、まあいいや。そうだった、勘兵衛はカオスだからあんまり物、こちらでなんだ、できない、やって意味ないのか。ガードガード、チャンスだ。スタンスが合わないからね、正気なしですね。まあテトラカーンなんでね、まあいいか。ガードガード、結構痛いなこれ。あ、勘兵衛はあれだ、アイテムばっかりになるか。真っ先でも使っていこう。じゃあここでガンガンやります。これ銃撃速成だね。物理じゃなかったね。新鮮だねこれ、こういう戦い方って。じゃあ魔石係になります。ガードガードガード、あ、全員ハマも壊しちゃいました。どうじゃ。テトラカンマジで怖いからね。3倍ダメージ食ったらどうなっちゃうんだろうな。どうじゃ。チャンスだ。
とりあえず勝率は高そうだね、この戦いね。戦局を変える。はい、じゃあここで全員殴る。カンペ以外ね。お任せろ。お任せろ。よしとさ、結構直線になりましたね。あ、レベル21になった。これ都合がいいわ。うん。ダメ。素晴らしい。ラスタキャンディが物理無効？いいや、じゃあやってしまえ。震えるがよ。うん、悪魔とは良きものである。その良きものとしてお主に施しをくれてやろう。ありがとうねレベルが21になりました。あの御霊の一番レベルが低いやつがレベル21なんだよね。だから御霊合体可能になります。だからスキルを自由に入れ替え可能になります。御霊荒御霊ね、レベル21。これとスキルを追加した悪魔を選択。この悪魔を作るにはレベルが足りないようです。これもともとレベル80代の悪魔だからできないんだ。そう知らなかったね。まあいいか。じゃあモラクスの方やっちゃおうか。リッパーソース、とりあえずゲヘナを捨てて、これ追撃の心を入れたいと。これだね。真珠シーサーしようか。若干お金があるんで何か作るか。プロモーション入れておこうか。これはオートコマンドスキル、味方全体の攻撃力、防御力、命中回避率を上げると確率で作動します。はい、では嘆きの腹に行ってみようかなと。で、嘆きの腹の第一圏にボスがいます。で、戦争圏にはねボスいないんだよね。だから適当に探索しよう収録適当になります。あ、シーサーソース出たね。素晴らしい、素晴らしい。フレイミスとアーシスアラミタをもう一回作ります。モラクスとアラミタマ、さっきのシーサーソース、マハラギ、マハブフ、キバオリオなし、キバオリなしでいきます。これの上位互換になるおたけびが入りますね。まあ、ただ消費でかくなるんだけどね。あとは耐性と向こうと追撃のこれと、これでいこう。共に殺し尽くそうぞ。あ、デモニホいたね。今回はこれやらないでおきます。特にメリットもないし、ね、ってことで戦争圏の探索はこれで一通り終わったかな。はい、階段見つけたね。そこはヒールスポットか。そこ開通しておこう。ゲートさんね。ってことで、第一圏の探索をやれるぞ。はい、じゃあ次回は嘆きの腹第一圏の探索をやっていきましょう。じゃあ今回はここで終わりします。ご視聴ありがとうございました。